私たちがつなぐもの、それは誰かの安心、誰かの笑顔、誰かの願いだから。当たり前の日常を支え続けるためにつなごう、思いを、明日を。一人一人が未来を灯す感電光。休日のんびり QVC、 急に欲しくなる QVC、 給料日じゃなくても QVC、 キュンとしちゃうな QVC、 キュートな私に QVC。 お買い物チャンネルの QVC なら旬のあれこれ勢ぞろい。テレビでも QVC、 ネットでも QVC、 お買い物チャンネル QVC。ちょっと暑いからもうさっと、そうそう、メンバーは特に目新しい選手は入ってない。なのでちょっと後でアップしてる間に配置等を、俺の方で、見てみるけれども、特に新しい選手はいないので、スカウティング通りでいいと思う。で、何度も言うけれども、本当にいいチーム、ベルギー。一方でうちもね、全員本当にコンディションが良くて、全員合宿もよく頑張ったし、今日の18人を選ぶのは本当に俺は苦労した。なので今日選ばれている選手たちはそのことをよく理解した上でピッチに立てることを、責任を持って戦ってほしい。で、ベルベについてはもうスカウティング通りだと思うし、まあ俺はね、何が立派かっていうと、相手の監督さんが立派だなと思って、彼らは本当にサボらない、ピッチに立ってる11人が全員同じレベルのハードワークをする。もう一点勝負になると思うけれども、最後の最後まで体を張って走り切ってほしい。いいね。あとは、クーリングブレイク、前半の途中で1回ロッカールームに入ってくる。3分だ。飲水じゃない、クーリングブレイク。よかったら体重クーリングブレイクだ。3分間ここに入ってくるから。いいね。そこだけ認識して、だからクーリングタイムは一回、まあ俺らで確認する時間があるから、飲水の時には一切戦術的確認ができないけど、今日は確認する時間もあるんで、飲水なしの、飲水なしのクーリングブレイク、ハーフで1回、ハーフで1回、いい、 OK。暑いからとにかくパッと短い時間で体を作ろう。いいね。よし、行こう。今日の相手は特に先制点を取った時の、なんていうの、頑張り度合いが倍増するチームだ。だから先制点はやりたくない。いいね。立ち上がりは慎重に入っていく。いいか。よし、こう。Thank you.
この試合落とすの惜しくねえか。この試合を負けるのはこの相手に、決して相手をね下に見てるつもりはないよ。だけど絶対に勝たなきゃいけない試合だ。しかもゼロで。その覚悟を持て。いいか。絶対点やるな。特に立ち上がりの終盤。いいか。はい、行こうぜ。そうか、J か、J か。今のこの2点差って一番どう取るか、3点で取りに行くのかのメッセージにもなると思うんですよ。旬入れるとどっちかって言ったら多分守りだよ、ね、守りっていうメッセージになるような。 J 行こうか、うん、あ、いや、それだったら大輝か。守備がどうかっていうところはありますけど、まあ全然もうちょい待つか。今17、うん、もうちょい待ってもいいかもしれないと。大輝、お前、てっぺんでいい。てっぺん、いいですよ。もしかしたら、コーチ店と、まあ、あるか、あるか、そこを任せるわ。いずれにしよう。欲しい。はい。合宿通して攻撃のパターンのところをよくやってたので、まあ、そこがうまく出せたかなって。3人目のところだったりクロスからの得点が生まれたのは良かったと思います。そうですね、まあ、東京ダービーっていうこともあるので、まあ、引き続き、まあ、無失点っていうところと、まあ、攻撃に厚み出せるように自分とか、まあ、今日出たメンバーと、あとまた怪我人からも多分戻ってくると思うので、全員で、やっていきたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございます。